はい、どうも皆さんこんにちは。今日も雪道動画レビューしていきたいと思います。今日は前回に引き続きその5号線を走って今小樽までやってきました。この先のあの殺孫道の陸橋まっすぐ行くと小樽駅前で、ここを右折すると小樽運河の方に行きますね。よく観光地で行くところですね。観光客が多いところです。今日は小樽運河の方を回って夜市の方に行ってみようかなと思います。気温は引き続き前回に続いてマイナス2度です。雪はこれロードヒーティング入ってんじゃないかっていうぐらい何も路面には雪がないですね。小樽の手前の銭箱が一番かなり雪はあったんですけど、小樽方面に近づくにつれて雪は少なくなってきたような印象を受けます。雪山もそんなにないですね。この上を走ってるのは殺孫道で高速になりますね。札幌から夜市の方までつながってますので、上を走ればかなり早く夜市シャコタンの方まで行けるということですが、短縮時間おそらく20分から30分ぐらいなので、僕はもう全部下道で行っちゃいますけどね。どうしても何か帰りシャコタン方面で時間が夜遅くなってしまってということであれば、ここ殺孫道をバーッと走って帰ってくるということは何回かしましたが、基本的には私下道で移動してます。出かけるのが好きなので、本州にいる時も首都高を使ってどこかさらに東名走ったりとか関越走ったりとかアクアライン走ったりとかっていう感じで高速バンバン使ってたので、月の ETC の請求っていうのは2万3万あったんですけど、北海道に来てからぱったり高速を使わなくなったので、そういう面でも北海道に住むということは高速料金あまりかからないので、車の維持費っていうのを高速料金に含めて考えれるとすれば維持費は少なくなるのかなと思いますね。この辺がよくある観光街ですね。北一ガラス店、ルータオとかですね。ルータオのソフトクリームは美味しいですよ。ドゥーブルフロマージュも美味しいです。この一本左に入ったとこですね、境町商店街といって、ちょっと時間があるのでそこの境町商店街今どんな感じなのか撮ってみようかなと思います。やはり一本入ると結構雪は多いですね。ここが有名な商店街ですね。海鮮丼食べれたりとか、昆布屋さんがあったりとか、ガラス館があったりとかですね。あとオルゴールとかですね。北海道は緊急事態宣言出てませんが、この地域へ出てるので観光客はほとんどいないですね。本当はめちゃくちゃここ観光客いるところなんですけれども、こんな感じでほとんど観光客がいなくて、雪は結構積もってるような状況ですね。僕がこの辺でリピートしてるのはルタオのソフトクリームとドゥーブルフロマージュか、あと釜江っていうかまぼこ屋さんがありまして、その釜江のかまぼこはめちゃくちゃ美味しいので結構何度も買っておでんで食べたりしてますね。はい、これが境町商店街ですね。正面に見えるのがオルゴール館になります。オルゴールめちゃめちゃたくさん売ってます。本来であればこれぐらい雪山が積もってるという感じ。こっちに来る前は小樽ってすごい観光地のイメージがあって、こちらに来てからこの札幌からもう1時間もあれば車で行けてしまう。やっぱり観光地って何回行ってもワクワクしますし、お土産とかもたくさん売ってますし、観光地が身近にあるっていうのはめちゃくちゃ北海道に住んでて楽しいなって思いますね。ただ何かこう小樽に来たら魚介類が安く手に入るかって言ったらそうではなくて、やっぱり観光地価格で売ってるので、その魚介類のイメージももちろんありますけれども、もっと安く手に入れるんであればまた別のところ何箇所かあるので、またその魚介類を安く手に入れる場所っていうのもちょっと別の動画でアップしてみようかなと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この左手に見えるのが青い看板とか釜江ですね、かまぼこですね。工場見学もできますし、パンドームっていうかまぼこがめちゃめちゃ美味しいですね。右手に見えるのが、ちょっと見えないですけど雪山で、小樽運河になりますね。やっぱり小樽といえばお寿司ですね。寿司通りっていうのがあるぐらいお寿司屋さんがめちゃめちゃ多くて、
北海道に来る前は小学生の時に家族で1回だけ来たことがあって、北海道ってのは1回しか こちらに来る前は来たことがなかったんですけど、その時に小樽に行って、そのおそらくその境町商店街で歩きながら殻付きのウニを食べた時にめちゃめちゃ美味しくて、それがすごい記憶に残っていて、こうさばきたてのウニってこんなに美味しいんだっていう、そのおそらく境町商店街だと思うんですけど、そんな記憶、小学生の記憶が残ってますね、小樽といえば。小樽は結構坂道が一本入ると坂道が多くて、かなり急な坂道が多いので、FF ではかなりきついと思います。かなりきついと多分登れないと思いますね。それぐらいの急な角度の坂道がとても多くて、こう一本入って坂道登っていくと絶対登れないと思います。かなり角度あるので、四駆じゃないとあれは無理ですね。夏登ってもすごい角度だなって思うぐらいの急な斜面だったので、まあ住宅街ですけどね、住宅街なのであまり入っていくことはないかなと思うんですけれども、さあここから小樽を抜けて夜市の方まで走っていきたいと思います。この動画では北海道の魅力とかライフスタイルっていうのを発信してまして、今の時期雪なので雪道運転のレビュー動画っていうのも投稿してますので、雪道苦手な方とか、これからまだ北海道に来たばかりでどうやって雪道運転していいか分かんないっていう方とか、あと明日スキー行かなきゃいけないという方、ぜひご視聴いただければなと思います。こう事故のリスク最低限抑えられるような雪道の運転の仕方っていうのを動画でお伝えしてますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ小樽市街も抜けて夜市が近づいてきましたね。でもまだ路面には雪ないですね。なんか札幌のが路面に雪があって、これかなり意外だったんですけど、結構天気予報とか見てると小樽の方ってずっと雪マークだったので、もっと雪積もってんのかなと思ったんですけど、全く路面に雪がないですね。ここまで雪がないと正直そんなに神経質になって運転しなくても、普通に運転してれば全然問題ないような状況ですね。歩道を見てもらえば分かる通り、まあ、雪自体はかなり降ってるのかなという感じですね。これは交通量が多いのかロードヒーティングなのかは分かりませんが、走ってる道路は全く雪がないような状況ですね。私北海道に来てからヒヤリハットっていうんですかね、まあ、事故ではないですけれども何回か危なかったことっていうのがあって、まず1回目がニセコですね。ニセコ行った時に傾斜になってるところで信号待ちになってしまって、案の定青になって先頭車両で発進しようと思ったら、ちょっと FF だったので僕かなりもたついてしまって、後ろに車いるんですけど、もう全然登れないんですけど、でも慌ててアクセルを踏んでしまうともっと登れなくなるので、もうとにかく後ろの車には申し訳ないんですけれども、めちゃめちゃ慎重にアクセルを踏んで抜けたっていうのが、ね、初めてちょっとヒヤリとしたようなことでしたね。そんな事故になるようなことではないんですけれども、まあ、後ろの車に申し訳ないなっていうところでちょっとヒヤリとしたっていうのがありますね。で2回目がちょっと道東の方に出かけた時に、阿寒湖横断道路っていうところがあって、片側1車線 の広い道なんですけれども、ずっと走っていて、結構なアイスバーンだったんですけれども、まあ、普通に運転してて、まあ、ちょっとカーブに差し掛かった時に、まあ、ドリフトではないですけれども、ちょっと何かこうお尻を滑らせたらどういう挙動になるのかなと思って、アクセルをちょっと抜いてみたら結構お尻を振ってて、かつそのお尻が1回だけじゃなくて2回3回と振ったので、これはまずいなと思って、アクセルをオンにしたら食いついて走ってたっていうような状況ですね。これちょっとびっくりしましたね。もう家族も全員後ろで寝てたんですけど、あまりにも車の挙動がおかしいので、びっくりして起きたっていうことが2回目でしたね。3回目はですね、これ、国道275号線なんですけど、冬道でちょっと前に遅い車がいたので、まあ、追い越しをかけたんですけど、まあ、追い越しをかけて、走行車線戻るときに、ちょっとアクセルを離したら、やっぱりお尻を振ってしまって、で、かつ前にも車がいたので、ブレーキ踏もうにも、あまり強くは踏めないしっていうところで、お尻振りながら、なんとか体勢立て直したっていうことがありましたね。これも結構怖かったですね。前に車いなければそのままアクセル踏めば多分食いついて進んでいくんでしょうけれども、前に車がいるのとお尻が振るというような状況だったので、なかなか立て直すのを苦労しましたね。ここで焦ってしまってハンドルこう左右振ってしまったりとかってすると、多分おそらくもうスピンしてしまったりとか、そういう状況になってしまうと思うので、車体の挙動がおかしくなっても慌てず冷静に対処することがまず必要かなと思います。
で最後は十勝岳温泉っていう上富良野にある北海道で一番標高の高い温泉 1200m のところにある温泉があって、お正月美瑛神社で初詣した後に行こうと思ったんですけれども、かなり登るんですよね雪道を。でかつめちゃめちゃ雪降ってて、新雪も結構積もっていて除雪もされてないような状況で、うん、これ登れるかなと思いつつ、下から、まあ、結構アクセル全開で60キロぐらいのスピードでずっと登っていったんですけれども、あと1キロっていうところで次第にアクセルずっと踏んでるんですよ、踏んでるんですけれども減速していってしまって、残り1キロのところで空転しちゃって全く登れないというような、まあ、いわゆるスタックですよね状況になり、もうあと1キロでたどり着いたのにっていうところだったんですけど、まあなんとか引き返すことはできたので U ターンをして、まあ、あの近くに吹上温泉っていうところがあったので、まあ、そちらに入って帰ったっていうことがありましたね、まあ、そんなヒヤリハット3年で5回ぐらいありましたかね。もっと細かいのはあるんですけれども、僕が記憶に残ってるのはこの5回ですね。そんな感じでもうこれ夜市に入ってるんですけれども、夜市も車道には雪ないですね。左右の雪山は小樽よりも高いんですけれども、車道には全く雪はない。国道だからですかね、全然雪ないですね。はい、という感じで今日は小樽と夜市の方に来てみましたけれども、全然予想していたのと違って雪が全く車道にはないと、まあ、歩道にはあるんですけれどもという状況で、なかなか滑る滑らないという、まあ全く滑らない、普通に運転しているような状況なんですけれども、またこれ帰り道札幌の方で雪結構積もってたのでまた撮ろうかなと思いますので、次の動画もぜひご視聴いただければなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。